船です。今回は、ルティナ使っていきたいと思います。リーダースキルが5コンボ以上で攻撃力3倍、スキル使用時攻撃力3倍、ドロップ5個 L 字消しでダメージを軽減、攻撃力2倍となっております。5コンボ以上っていうことなんですけど、ルティナ自体7コンボ強化持ってるんで7コンボ強化していきましょう。で、スキル使用時攻撃力3倍、これに関してはスキルが一旦で打てるんで問題ありません。で、ドロップ5個 L 字消しでダメージを軽減、攻撃力2倍ってことなんで、ルティナも持ってる L 字消しを意識していきましょう。で、L 字消しということなんで、このスクールが最近極性来たやつなんですけども、L 字消し4つ持ちで、超覚醒でさらにもう1個追加できるんで、かなり火力出してくれます。で、ソニアクレアですね。ソニアクレアが7コン強化3つ持ちになったんで、その7コンボ強化と、L 字消しで超覚醒でもう1個追加されるんで、7コンボ強化3つ、L 字消し3つの高火力で、戦えます。で、追い打ち枠なんですけど、シアート入れてあります。2A で L 字消しじゃないんですけど、一応入れてあります。で、机読みなんですけど、もう操作延長枠です。L 字消しを組むっていうのが結構難しくて、L 字消しの7コンボってやるともっと難しいんで、こう、操作延長を入れて、リーダースキルのこの L 字消しっていう条件を安定させるために入れてます。というわけで、行きましょう。ヒャカリュラ2。見なかった。まずスキル使って L 字消し組んでいきましょう。で、あとは平積みでいいんで7コンボしていきましょう。いいですね。スキルが水の目覚めなんで、水ドロップの確保もしやすくて、すごい戦いやすいです。スキルを使い忘れてました。L 字消しか。まあでもいけることはいけますね。で、あとはこれが限界ですかね。OK、 突破しました。あ、スキル使い忘れた。スキル使い忘れた。あんま火力出ないんですよね。いや、それでも出ますね。まずスキル使っていきましょう。こうかな。よし。いいですね。75% 軽減越しでも0力倒しますね。これ結構火力高いっすよ。ソニアグランリバースに関しては2ターンに1回しか攻撃してこないんで、1コンボして、次軽減張るためにL 字消ししましょう。よし。で、次ソニアクレアで倒しに行きましょう。あ、ちょっと早かったっすね。あと1ターン。じゃあちょっとドロップを残し気味に。これなんだろう。入れときますか。2コンボ加算。よーし、じゃあ倒しに行きます。6、7。よしよし。あ、ナイス落ち込む。これが木の目覚め、木じゃない、水の目覚めのいいところっすね。OK っす、勝てました。落ち込む狙えるってところもいいですよね。はい、というわけで使ってみたんですけど、やっぱり7コンボするっていうのが結構盤面に左右されたり、こう、操作時間が必要だったりするんで、やっぱ、つくよみの存在は大きかったかなっていう印象です。で、あと、一旦の間に水ドロップが少し落ちやすくなるってことなんで、このスキルを打ち忘れて攻撃力が低いっていうこともあったんで、ちゃんと打ち忘れないようにするところと、やっぱこう水の目覚めがだいぶ落ち込んとか次の盤面のためのサポートになってたんで、だいぶいいスキルを持ってるというイメージがありました。
であとソニアクラなんですけども、やっぱ L 字消し組んで7コンボした時に火力が相当高かったんで、火力枠としてすごい適正というかいい火力枠だったんで、もし持ってる方いたら使ってみてください。というわけで以上フナでした。ルティナ持ってる方いましたら ぜひ使ってみてください。